皆さんは台湾島の東西南北の端についてご存知ですか？最北端は新北市の吹角、最東端も同じく新北市の山頂角、最南端は平東県の伽藍陂です。これら3カ所は比較的知名度も高く広く知られていますが、台湾島の最西端はご存知でしょうか？それは先ほどの VTR でも紹介された台南市七股塩田から車で15分ほど行った場所にある松濤嶽山一帯なんです。そして台湾最西端の地には灯台が建てられています。それが国政灯台です。北の吹角、東の山頂角、南の伽藍陂にもそれぞれ灯台が建っているので、台湾島の東西南北の端にはすべて灯台が建てられているんですね。とはいえ、これら3カ所の灯台はどれも立派な白いコンクリートの堂々とした建物が建っているのに対し、国政灯台は非常にシンプルな造りになっています。国政灯台は砂の上に建てられた鉄塔で、あたかも砂漠に突如現れた人工建造物といった雰囲気を醸し出しています。灯台のある場所は松濤嶽山と呼ばれる砂丘地帯で、強い海風が吹きつけることから砂丘の上に綺麗な縞模様が出現し、また規模が大きなことから台湾のサハラ砂漠とも呼ばれています。日本時代に砂州の上に灯台が作られたという記録がありますが、その灯台は太平洋戦争の際アメリカ軍の爆撃を受けて破壊されてしまいました。現在の国政灯台は1970年に建設されたもので、灯台を波の侵食から守るため灯台と海岸線の間には堤防が建築されています。そのため海辺にある灯台でありながら、まるで砂漠の真ん中にそびえ立つ鉄塔のような姿となっているんです。堤防の上には台湾最西端の文字が記載されたオブジェが配置されており、砂と砂丘、そして灯台をバックに写真を撮ることができます。台湾の東西南北の果ての中でも比較的知名度が低い台湾最西端ですが、その荒涼とした姿は時の流れによる海と陸地の変化を体験できる場所となっているので、ぜひ訪れてみてください。5月から9月は雨季となり、また台風が発生しやすく雨の量が増えるため、天日干しの清園はほとんど作業を行うことができず、塩田で働く人々はこの期間を利用して塩田の修繕を行い、10月になり空気が乾燥してくると再び清園作業に入ります。この期間のことは小半月と呼ばれます。現在では機械化が進み、七股地区では住民の老化や都市部への流出により製塩業に従事する人の数が大きく減ってしまいました。1982年になると台湾製塩会社は人口問題、工業コストの増加などの問題が大きくなり、積極的に機械化を進め、七股製塩場、布袋製塩場、台南製塩場は同時に開発が進んだ3つの製塩場となりました。1988年になり機械による採集が本格的に始まると、生産量は一気に増加し、文字通り山のようになった七股塩山はその珍しい姿を表すようになりました。とはいえその結果、人々が網笠をかぶり花模様のマントをまとい、日差しの下働く姿は消えていったのです。塩田生態文化村は台南塩田南陵の安順製塩場にあります。塩田内にさまざまな種類の野生動物が生息していたため、この場所は野生動物保護区に指定され、
長期にわたる野生動物の保護観察の場所となり、それらの自然の生態の様子やこの地の歴史、人文科学などの資源は他の場所に移転することができなかったため、製塩場そのものを博物館として利用することになり、こうして塩田生態文化村が生まれたのです。安順製塩場は日本時代に台湾で最初に作られた瓦版製塩工業区です。1919年大正8年に建設が始まり、1923年に操業開始しました。西部地区の天日干し法に用いられる瓦版塩田はかつては天日塩田と呼ばれており、その面積は全部で164ヘクタールに及んでいました。瓦版塩田で生産される塩は質の良い食塩として利用され、いい塩梅の味を持っています。塩田生態文化村域内には安順事務所、塩村落成記念碑、製塩所事務所などが含まれています。安順事務所は90年の歴史を持った建物です。これは1919年に建造され、使用されている建材や技術は明治時代のものとは多少異なる極めて貴重な古い建築なのです。壁は大古諸島のサンゴ礁を切り取って作られており、いわゆるサンゴ岩という材質に属し、非常に貴重な文化資産となっています。台南七湖は旧台南県の南西に位置し、東には嘉里、西港の町があり、西は台湾海峡に臨み、南は蘇文渓を境に台南市安南区と隣接しています。北は将軍区に面しており、南北の長さは12キロ、東西は11キロの長さを持ち、地形的には北側は狭く、南側はやや広い階段型の平野の自治体です。七湖という地名は伝承によれば360年ほど前、福建省から台湾に渡ってきた住民たち7人が共同で養魚場を作り、七湖音と呼んだものが後になって七湖になったとされています。日本時代には七湖礁となり、戦後には七湖号となりました。もともとは蘇文渓南岸の現在台南市安南区土城市と清掃論も域内に含まれていました。1946年に安南区は台南市に編入され、その後台南県と台南市が合併したため、七湖号は七湖区となったのです。域内には塩田や石湖が広がり、鳥類や海岸の鳥環帯の動植物の生態も非常に豊かです。また台湾の歴史的な情緒にあふれ、鄭成功が台湾に上陸した六字門渓河口も有しているため、七湖は台江国立公園でも人気の旅行景観スポットとなっています。
夕刻になると沈み始めた太陽が規則正しく並ぶ塩田の水を照らし、塩田は光の反射で輝き、シロサギが暗くなり始めた空を駆け巡ります。長い歴史を有する塩田は、夕日のわずかな光の中でこの地の民が心血の結晶を光らせ、私たちに台湾の発展における塩田の歴史の重要性を思わせてくれるのです。今回の台湾旅手帳では、台湾南部沿海地域の塩田海岸の風景を紹介しています。番組の初頭で紹介した通り、台湾で組織的な塩田の開発が始まったのは今から350年ほど前、鄭成功率いる軍隊が台湾に上陸した時からであると言われています。鄭成功は中国福建省の軍人であり、商人でもあった中国人鄭士流を父に、長崎県平戸の武士の娘、日本人田川松を母に持つ、台湾の近世の英雄とされている人物です。彼は1661年に軍を率いて台湾に攻め込み、当時台湾を植民地として統治していたオランダ人を駆逐し、台湾に鄭氏政権を作りました。これは台湾の歴史上初めて漢人による統治が行われたという歴史的な出来事なのです。さて、鄭成功は中国福建省から軍を出し、台湾を支配していたオランダ人を攻撃しますが、当時台湾の首都となっていた場所は南部の台南でした。そして鄭成功軍は現在の台南市七湖一帯から台南の中心部に迫ったのは、先ほどの VTR で紹介された通りです。ほんの350年ほど前の出来事ではありますが、当時の台南一帯の地形は現在とは大きく異なっており、台南市の中心部までが浅い海となっていました。鄭成功が進軍して最初に上陸したのが、外界との砂州となっていた六字門という場所ですが、現在その場所を訪れると沈門宮というお宮が建っています。沈門宮は中華式と日本式を組み合わせた建築様式を持つお宮で、鄭成功とその母田川松が祀られています。お宮の入り口の扉には門番の役割を果たす門神が描かれているのですが、よく見てみると、なんとこのお宮の門神はオランダ人となっています。この門神は中国式の服装をしているものの、彫りの深い顔立ちや赤い髪を持ち、なんと裸足で水の上に立っています。これは鄭成功がオランダ人を打ち破ったので、オランダ人を部下に加えたという考え方から来ています。またオランダ人の門神が裸足で水の上に立っているのは、オランダ人が敗走した際全ての装備を捨てて裸足で逃げていったことを表していると言います。2階には鄭成功の母親、日本人の田川松が祀られており、日本から遠く離れた台湾において日本人が祀られているのも、台湾と日本の浅からぬ縁を感じさせてくれて面白いですね。沈門宮は台南の一般的な観光地として日本の人々に知られてはいませんが、このような海辺の素朴な場所に台湾の歴史、そして日本との関係において重要なスポットが残されているというのは非常に興味深いので、ぜひ訪れてみてください。それでは今回はここでお別れです。また次回も台湾をテーマごとに紹介したいと思います。次回の台湾旅手帳をお楽しみに。バイバーイ。